信玄第五章。我が子よ、私の知恵に心を止め、私の英知に耳を傾けよ。これは分別を守り、あなたの唇が知識を保つためだ。他国の女の唇は、蜂の巣の蜜を滴らせ、その口は油よりも滑らかだ。しかし、その終わりは、苦よもぎのように苦く、もろ葉の剣のように鋭い。 その足は死に下り、その歩みは黄泉に通じている。その女は命の道に心を配らず、その道筋は確かでないが、彼女はそれを知らない。子供らよ、今私に聞け、私の言う言葉から離れるな。あなたの道を彼女から遠ざけ、その家の門に近づくな。そうでないと、あなたの尊厳を他人に渡し、 あなたの年を残忍な者に渡すだろう。そうでないと、他国人があなたの富で満たされ、あなたのロロックの実は、見知らぬ者の,の家に渡るだろう。そして、あなたの終わりに、あなたの肉と体が滅びるとき、あなたは嘆くだろう。そのとき、あなたは言おうああ、私は訓戒を憎み、私の心は失跡を侮った。 私は、私の教師の声に聞き従わず、私を教える者に耳を傾けなかった。私は、集会、回収のただ中で、ほとんど最悪の状態であったと。あなたの水ためから水を飲め、豊かな水をあなたの井戸から、あなたの泉を外に散らし、通りを水路にして良いものか、それを自分だけのものにせよ。 あなたのところにいる他国人のものにするな。あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時の妻と喜び楽しめ。愛らしいメジカ、愛しいカモシカよ。そのちぶさがいつもあなたを酔わせ、いつも彼女の愛に夢中になれ。我が子よ。あなたはどうして他国の女に夢中になり、見知らぬ女の胸を抱くのか。人の道は、 主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられる。悪者は自分の尖に捕らえられ、自分の罪の縄につながれる。彼は懲らしめがないために死に、その愚かさが大きいために過ちを犯す。